Abrázame toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. やりたいと思います。で、今回の練習は前回の動画のドリブル強くつくといった動きではなくて、今回は細かくドリブルをしてもらいます。で、最初にやることはインサイドアウトですね。でも、インサイドアウトをこうやってしっかり手を返してください。しっかり返すことが重要です。これを10回終わったら反対を10回で、終わったら、逆サイドの方で手をクロスさせた状態で10回、で10回ですね。で、その後大きく10回、ドリブルを真ん中にした状態でついて10回で、反対も10回やります。で、その後前後に細かく10回やった後は大きく10回、これをしっかり手をこのように返してください。で、反対も細かく10回やったら大きく10回を全部100回ですね。それを30秒以内にクリアできるようにとにかく早く、やってください。で、ポイントはどういうところですか？今回のドリブルのポイントは、しっかりと手首を使うこと。手首をしっかり返してドリブルする。で、その中で細かいドリブルの時期は指先もしっかり使って、はい、手首と指先をしっかり使う。で、大きくドリブルする時もしっかり手首を返す。で、これが大事なことです。あとは、右の時に右サイドにするのは、まあ、ある程度できると思うんですけど、遠い場所でするときもしっかり、強く早くついて、その遠い位置でもコントロールしっかりするということが大事になります。はい、はい、ということで、30秒以内でできるように皆さんチャレンジしてください。